こんにちは。変異株の現状と最新情報の調べ方の基礎知識の講座をやります。2021年6月4日時点の内容です。私は講師を務めます朝倉と申します。イギリス株、南アフリカ株、ブラジル株、インド株とは何か、 N501Y、E484K、L452R という記号は何を意味するのか、感染伝播性の増加というのは何かと、ネクストストレインというページの見方やワクチンの有効性についての議論をどうなっているのかということをこれからお話をしたいと思います。講師の朝倉の自己紹介です。私は分子生物、日本分子生物学会の会員で遺伝子などを学んで、そして駿台予備校の医学部受験生クラスなどで教えてまいりました。そして船橋市議会では、変異株の検査の様子、船橋市保健所における検査の推進を提案をし、それを実現させる方向に議論を持っていくことができました。で、ウイルスと遺伝子という本も書いております。ぜひご覧ください。それでは、さて変異株については、刻々と状況が変化しております。例えば、そもそも昨年の10月の時点ではイギリス株という言葉はなかったんですね。そして昨年の12月にイギリス株が登場し、そして今年の初めの時点ではイギリス株、南アフリカ株、ブラジル株だったのが、春あたりにインド株というのが出てきました。で、このように常に変異が繰り返されておりますので、今後もこの本日6月4日の時点の情報が変更されることがあります。で、その最新情報を確認する2つの手段をまず最初にお伝えしたいと思うんですが、厚生労働省国立感染研の変異株 に関する正式な名称はこの名称です。感染伝播性の増加や抗原性の変化が懸念される新型コロナウイルス SARS-CoV-2 の新規変異株についてということですね。ですから、この言葉の特に感染伝播性というのを正式用語として使っているんですということを、知っておいていただくとよろしいかと思います。で、それで調べるとよろしいかと思います。例えば、国立感染研をまずその、ネットで検索をしてていただきます。そうするとこういう情報が出てくるんですが、なかなかその本来の情報の最新の情報に行きつけなかったりするので、調べ方のコツなんですけど、以下のようにしてみてください。国立感染研のページを、開いた後、ここの検索窓のところにキーワードである感染中黒伝播性という言葉を入れるんですね。で、そうすると一番最新の情報も含めて、すぐに出てきます。例えば本日は6月4日時点なんですが、まあ、なかなか更新されないんですけど、これが今国立感染研の4月4日の時点の情報が最新ということになっています。で、そういうことで、例えばキーワードである N501Y 変異とか E481Y 変異を要する P3 系統がフィリピンからの入国者新たに見つかったということで、実は、あと BOC2020-1201、これが実はイギリス株のことを意味するんです。で、実はイギリス株、南アフリカ株、ブラジル株、インド株のように地名でその変異を呼ぶことについては危惧があります。というのは、それが差別につながっているんじゃないかという危惧がありますので、実は正式名称はこういうふうな名称を使ってるんですね。ただ、本講座では、まあ、一般的に通例的に使われている地名を使わせていただきますが、そういう危惧の議論がされていると、もしかしたら将来、正式な呼び方を使うのを標準としていくかもしれないということをちょっと頭に留めておいていただければと思います。それでは次に、世界的な変異株の状況なんですが、ネクストストレインというページが一番よろしいです。で、これをぜひ検索して調べてみてください。で、ネクストストレインの SARS-CoV-2 のところをクリックしていただきますと、こう、まあ、記事が出てきます。この最初のレイテストグローバル SARS-CoV-2 アナリシス、ここをクリックしてください。そうすると、次のようなページが出てきます。
パソコンで調べると大きな画面でこのような表記が出てきます。でもこれ一目分かりやすいようになってまして、ここに発生以降の、ウイルスの変異の分岐の様子です。でより最近のものを赤い傾向でやってますので、これがインド株ですね。でここら辺がイギリス、南アフリカ、ブラジル株の、ちょっとオレンジ色から黄色っぽいやつがそうです。でこれがいわゆる青系のやつが従来株と言われてるやつですね。で従来株の中にも中国で最初に発生したのが濃い青色になってまして、これから言うんですが、ちょっとその後と欧州で変異をしたやつが少し薄青色系統になっております。でこういう系統樹が書かれてる。そしてその隣に世界における変異株の比率データがあります。これ日本ですね。日本でもイギリス型が、だんだん増えてきて、インド型も少し登場しているというような様子がわかると思います。そしてここに遺伝子地図があるんですが、このことは後で説明します。参考にこれが5ヶ月前の1月10日時点の様子です。まだインド株が出現しておりません。で、主体はイギリス株ということになっておりますね。当時の新しい変異の主体は。で、そして、日本の様子見てください。まだ日本の様子の中でイギリス株まだ日本にはほとんど見られてないという様子がわかると思います。このようにネクストストレインで、確認すると最新の状況と変化がわかりますので、ぜひご覧ください。さて、再びネクストストレインの6月4日時点の情報に戻りますが、これがいわゆるイギリス株ですね。そして、これがインド株、新しく登場しているインド株でありまして、でこの先ほどちらりと言ったんですが、ここの19、この19というのは2019を示します。で、この20というのは2020年を示します。で、21というのはこれインド株のことですけど、2021年に発生したということを示します。そして、ここのところに2019年型から2020年型への変異が、変化があると思うんですが、この2019年型は、非常に濃い青色を使ってますね。それがちょっと薄い青色になったんですけど、実はこの時点でもすでに変異が起こってるんですね。で、最近の今はこれを従来株と言っていて、この赤系とオレンジ系というのを変異株と言ってるんだけど、もうすでにこの時点で1回変異が起こってるんです。そこら辺も後で説明してみたいと思います。で、これが先ほどの地図の拡大したものです。地図はこのプラスマイナスの文字で拡大縮小ができますので、特に日本を強調してみたいときにはこういうふうに強調してみてください。で、世界の状況も非常にわかる地図になっております。さて、実はネクストストレインというページの存在してると、地図と系統樹はなんとなくわかるんですね。見ていれば色的なイメージもありますので。ところが、この3番目にある、この一番サイトの下の方にあるこの遺伝子地図が非常に重要でありまして、今日これの意味がわかる、お話をしていきたいと思います。で、実は、SARS-CoV-2 新型コロナの遺伝子は3万塩基の、約3万塩基の、RNA の配列になってますけど、これ前半のここまでですね、ここまでが2万塩基です。で、後半が1万塩基ですね。で、この1万塩基の最初のところに S タンパク、これが突起タンパクがあるんですけど、ここに変異の数が書いてあります。変異いろんな場所に起こってるんだけど、S タンパクに変異が非常にたくさん集中してるというところを見てみてください。それでは次に S タンパクを中心に説明をしていきます。その前に S タンパクの話に行く前に、先ほど、実はネクストストレインのさっきの遺伝子地図の次、もう少し下をクリックしていくといただくと、変異株の比率の変遷の置き換わりの状況の地図が書いてます。これ横軸が時間軸ですね。ちょっとちっちゃいですけど、2020年、例えば、ジュライとかオーゴスト、7月とか8月とか書いてありまして、今2021年のメイ、5月ですね。で、これが縦軸が世界におけるその株のパーセンテージでありまして、いわゆる中国で発生した19A 型は、だんだんと実は置き換わって、ここがもう欧州型と言われる3月の時点で、
ちょっと別のタイプに置き換わったんですね。で、その欧州型の置き換わりがさらに今イギリス型中心に置き換わって、さらにここにインド型が登場しているという様子をが、視覚的に確認できます。それではこの、S タンパク、じゃなくて新型コロナの SARS-CoV の遺伝子の変異地図の意味をこれから解説をしていきます。ウイルスの感染の仕組みをもうちょっと細胞の中で正確に書くと、違う図が出てくるんですけど、本日は遺伝子のことを中心にお話をしますので、他の部分は簡略しています。これが SARS-CoV-2 ですね。で、この表面によく赤いトゲトゲが書いてある、これが S タンパクという突起です。で、この S タンパクという突起が人の細胞の ACE2 というアンテナに張り付いて、ここから侵入が始まるんですね。ちょっと侵入の様子は次のスライドで詳しく説明しますけど、これとこれが結合することが出発です。そして人の細胞の中に入って増殖して初めて次の子供が出てくる。これ重要なところなんですけど、細菌などだと自分でこう2つに分裂して増えるんですが、ウイルスは決して元のウイルスが2つに増えることはなくて、人の細胞の中に入って人の細胞仕組みを使って増殖して初めて増加していくんですね。だからこういうです。で、その細胞の中に入った時にこの遺伝子 RNA というのが打ち込まれます。で、この遺伝子が先ほど言ったように2万塩基、前半2万塩基と後半1万塩基になってまして、そこにさまざまな遺伝子が載ってるんですけど、ちょっと遺伝子の色分けを見てみてください。白っぽく書いてる遺伝子の部分は実は子孫に伝わらない、子どものウイルスに伝えられない遺伝子です。で、何をするかというと、例えばこの前半の2万塩基の部分はリボゾームという人の細胞の中の装置でタンパク質に翻訳されまして、非構造タンパクという、ノンストラクチャープロテインというものになるんですね。で、これは別名初期タンパクといいまして、ウイルスの増殖を支えるさまざまな働きをするちょこまかと動き回る裏方の役割をするタンパクです。で、これらが頑張って活躍したおかげで、だんだんと後半の遺伝子が発現をし始めまして、この後半の遺伝子の中に S と E と M と N を色をつけてあると思うんですけど、全体的に赤系の色がついてあると思うんですが、実はこの元のウイルスの図を見ていただきたいんですけど、この一番有名な S タンパクという突起、それからエンベロープという膜に包まれて、に組み込まれているこの M タンパクとか、それから E タンパクとかは、実はこれの色に対応しているんですね。そしてあと、この RNA を保護するヌクレオカプシドというタンパクもありまして、この子孫に受け継がれるタンパクはここで初めて作られて、子孫に受け継がれる、そして後期に合成されるタンパクなので、構造タンパクや後期タンパクというふうに言います。これ N が間違い、ストラクチャープロテインですね。これ N は間違いで、構造タンパクです。さて、それでワクチンの論点にも関わるんで、ついでに説明しておきますと、人の私たちの核の中、人の細胞のさまざまな情報を司っている核という入れ物がありまして、ここに人の DNA が入っているんですね。ところが、新型コロナウイルスとか、あるいはこの S タンパクを、作らせるような情報を持ったワクチンというのは、人の細胞核には入らない情報の流れの中で物事が進んでいくということで、人の情報の核の DNA に直接影響を与えるものではないということを見ておいてください。それでは、先ほども言ったんですが、このように、変異の多くは構造タンパクの後期に使われる子孫に受け継がれるタンパクの S タンパクのところに非常に突起タンパクに変異が集中しているというところです。それでは S タンパクの構造をもう少し詳しく見ていきましょう。S タンパクというのは赤い突起状に表現されますが、実はもう少し正確に表現するとこの形なんですね。で、この形は何かというと、一番先端のところが赤く系の S1 タンパクという、タンパクになってまして、で、エンベロープというこのウイルスの膜に埋め込まれ
で刺さってる部分がちょっと青系の色で書いてまして、 S2 タンパクっていうんですね。で、この S1 タンパクと S2 タンパクがやがて分離するんです。さて、その S1 タンパクと S2 タンパクの中の、この S1 の先端部分で人の ACE2 というアンテナに張り付くんですが、このアンテナに張り付く部分のことを特に濃い赤色で表現してるんですが、レセプターバインディングドメイン、受容体結合ドメインって言ってます。で、これはここにアミノ酸の番号がついてるんですが、アミノ酸が1273のアミノ酸から出てきまして、その318番目から541番目がレセプターバインディングドメインって言いまして、特に人の細胞に張り付く部分です。最初に張り付く部分です。で、318番から541番目のアミノ酸で、ここの張り付き方が張り付きやすくなると感染しやすくなる。簡単に言うと感染伝播性が増すということです。で、実は、この N501 変異とか E484K 変異とか L542 変異っていうのは、この RBD の変異なんですね。318から541の間にこの数入ってますね。で、この場所の変異が実はやはり感染性の増加につながることが危惧されているということです。さて、もう少し詳しく見てみますと、張り付き方をもうちょっと正確に見ていきますと、このウイルスが人の細胞に接近します。そして、その時に実はこの ACE2 というのが直接張り付くアンテナなんですけど、その張り付くための補助をするものがヘパラン硫酸というのがあります。で、このヘパラン硫酸が S タンパクに緩やかに張り付いて引きつけるんですね。で、そうすると、この、緩やかに張り付いた状態のものに、今度ここがしっかりと張り付いているんです。さて、その張り付き方なんですけど、絶妙なことが行われてまして、実はこの S1 という RB、なんていうかな、人の受容体に張り付く部分は、ちょっと本当の真っ赤な部分と、それから薄赤で桃で表現している部分に分かれてまして、この桃で表現している部分には糖鎖というのがくっついています。この糖鎖緑色でくっついているんですけど、この糖鎖が実は人の細胞との結合をちょっと邪魔している状態になっているんですね。ところが、それでなおかつこれ3本の矢がこう束ねられた形をしているんですけど、これを閉状態というんですけど、これがこの R レセプターバインディングドメインが少し奥に隠れているのが、変化をするともうちょっとしっかり張り付こう、このヘパラン硫酸なんかが仲立ちをするんですけど、張り付く時間があるとこれが飛び出てくるんですね。で、飛び出てきて、なおかつこれを張り付きをブロックしてきた糖鎖というブロックが外れるんです。で、そうすると ACE2 とぴったり張り付きます。で、張り付くと次に、物語が始まる。で、何が始まるかというと、ACE2 とレセプターバインディングドメインが張り付くと、この、ACE2、この赤っぽい S1 部分と S2 部分が分離します。で、この分離するためには、フリンという酵素とか、TMPRSS2 という、この細胞の表面が持っている酵素が関わってきまして、ここが頭が取れるんですね。そして、そうするとここに FP というのがあります。根元部分に、S2 部分に。これがフュージョンプロテイン、融合ペプチドと言いまして、このフュージョンプロテインが人の細胞膜と結合して、これで細胞内に具体的に入るんですね。まあ、ちょっと例えて言うと、まあ、こう刀を隠していた状態、刀を鞘ごとこうアップすると。で、これで刀でこう触れるんですね、細胞に触れると。で、そうすると、触れたことをきっかけに、刀の鞘が抜かれる。この赤っぽい部分が外されると。そうすると、実際の具体的に張り付く鋭利な刀は、内側に隠れてきたこの部分で、これで、細胞と融合して遺伝子 RNA が細胞内に融合するんです。よって、この結びつきをブロックすれば治療につながるんじゃないかということで考えられているのが、このヘパラン硫酸と似たようなヘパリンとかヘパラン硫酸を、この溶液中に入れることで、この細胞に近づかないようにするような、
治療とか、あるいはここの切断を阻害することで、侵入できないようにしようという薬も考えられております。で、重要なのは、この、一番張り付く部分、最初に張り付く部分の、この、レセプターバインディングドメインの部分の変化が、この AC2 という人側のアンテナと張り付きやすくなるというのが、変異の、一番の基本点となります。それでは、変異の記号について確認しておきたいと思うんですが、これがその発生順ですね。縦軸が発生時系列順になっています。そして横軸がさまざま話題になっているその記号ですね。あとでもうちょっと詳しくやりますけど。で、先ほどちらりと言ったんですが、実は2020年、昨年の3月時点で、日本でこの海外から の帰国者で、ヨーロッパ系の人からの感染が多かったというニュース聞いたと思うんですけど、その時点で実は中国の最初の方じゃなくて、1回変異が入ってるんです。D614G 変異。で、この D614G 変異だけ、このレセプターバインディングドメインが541で終わってますので、その541のちょっと後の S のもうちょっと奥の部分で変異が起こってるんですけど、残りはすべてレセプターバインディングドメイン、RBD 部分の変異です。そして N501 がイギリス株、南アフリカ株、ブラジル株に共通のもの、E484 変異が南アフリカ株とブラジル株に共通のもの、そして L452 と E4849 変異がインド株ということです。さて、これから E484K、N501Y 変異の話をしますけど、なんか難しそうだというふうに思うと思いますね。ただそれは慣れの問題でありまして、私たち結構難しい用語を好きなものについては簡単に使っちゃうんですね。例えば野球は、昔ラジオで実況中継してました。テレビが普及してなかった時代で、ラジオを聞いてもまるでこの野球のその守備の動きが分かるように、野球の解説者が解説するために共通理解として、こういう記号が使われたんですね。1番ピッチャー、2番捕手、投手捕手、1塁手、3番1塁手ファースト、4番にセカンド、5番遊撃手と言います、日本語で遊撃手と言います、ショート、6番サードで、7番がレフトですね、左翼手、8番が中間手、そして9番が右翼手というふうに言います。さて、543のダブルプレーという野球用語がありますけど、これは何かというと、バッターがここら辺に、ここに一塁ランナーがすでにいて、ここら辺にこうゴロを打ったと。そうすると、5番の遊撃手が、ショートが、4番のセカンドに、ボールを渡して、ここでアウト。そしてもう1回3に渡して、543という順番でボールが行くと、ダブルプレーができるということですね。それから三遊間のヒットという言葉があります。三塁手と遊撃手の間、ここの間を飛ぶヒットですね。このように野球を理解するためには、こう最低限の記号的な話を理解すれば簡単に共通言語としてわかる。実は、ウイルスの変異の記号も同じようにある約束での記号なんですね。これが実は人とか、ウイルスなんかにも共通する遺伝子の記号なんですが、AUGC の3文字の塩基という物質がありまして、その、塩基が3つ並ぶと、4種類 ×4 種類 ×4 種類で3つ並びすると、64の暗号が作れるんですね、UU とか UUC とか。で、それに対して、人もウイルスも使っているアミノ酸は20種類です。で、3文字暗号で20種類のアミノ酸を指定する形になりまして、暗号、遺伝子の記号がタンパク質のアミノ酸の並びに置き換えられるんですね。で、その時にアミノ酸の20種類に対して、1文字の記号が与えられています。
で、アミノ酸ってのはいろんな20種類あるんですが、疎水性、水になじみにくいアミノ酸と、それから親水性に主に分かります。で、親水性の中にマイナスの電荷を帯びた酸性アミノ酸と、プラスの電荷を帯びた塩基性アミノ酸と、まあ、少し電気的な偏りを持っている、まあ、その他の極性アミノ酸がありまして、それを色分けしております。さて、このように遺伝暗号表というのが1960年代に分かってきまして、これでウイルスから大腸菌から人まで、まあ、共通のアミノ酸配列の暗号として使われていることが分かってきました。そして、そのアミノ酸はこういうフェニラーニンとかセリンとかプロリンとか、そういう名前がついてるんですが、3文字で略すこともあります。例えばフェニラーニンだったら PHE とか、まあ、もっと有名なアミノ酸としてグルタミン酸っていうのがありますね。グルタミン酸 GLU ですね。で、そういうアミノ酸を3文字で表してもいいんですけど、もっと簡略化しようということで、野球でショート5番と呼ぶように、フェニラーニンはエフトだけ呼ぼうというふうになります。で、この記号はロイシンは L で、イソロイシンは I ですので、まあ、これは頭文字が使われていることが分かると思うんですが、例えばアラニン、アルギニン、アスパラギン酸という4つのアミノ酸は全部英語で A から始まってしまうんですね。で、そうすると A で示すことはできないので、アラニンだけ A を使って、アルギニンは A の次の R という記号を使いました。で、アスパラギンはもうアスパラギンということで、この最後の N という記号を使ったと。で、そしてアスパラギン酸も記号の使いようがないので、余った記号の Q を使ったというようなことをやってまして、で、まあ、とにかくアルファベット26文字ありますので、まあ、20のアミノ酸を示すにはちょうどいいということで記号が付けられました。さて、その記号をもとに変異の番号が決まっ、あ、変異の名前が付けられてるんですね。例えば、N501Y 変異というのは、S タンパクの501番目のアミノ酸が N 記号のアスパラギンから Y 記号のチロシンに変わったという意味です。で、なぜ変わったかというと、3文字暗号の1文字目の AAU が UAU に変わったんですね。たった1文字の変化だけでアミノ酸が変わってしまうということです。さて、同様に E484 系変異は GAA というグルタミン酸を示す記号が AA になって、グルタミン酸からリシンに変わった。同様にイギリス、インド株が持っている E484Q 変異は、GAA が CAA に変わったということですね。それからインド株の CUG というロイシンが、アルギニン、452番目のアミノ酸のロイシンがアルギニンに変わったというのがインド株ですね。それから、まあ、さっき言った欧州、最初の昨年3月時点での欧州株は GAU 変異が、アスパラギン酸がグリシンに変わったということですね。このように1塩基の変異がアミノ酸の変異基に使ったことを簡単に示すのが、この記号の表記の仕方です。さて、それでは変異株が、まあ、変異したらワクチンはどうなるかというのが一番、まあ、疑問が生じると思うんですが、確かに RBD の変異化というのは結合性を増しますので、ワクチンの有効性に変化を与える可能性があるということで、可能性としてはいろいろ危惧されてきたんですが、今のところの最新の情報としては、横浜市立大学がやった研究で、このように、まあ、2回まで接種するとどの株についても中和抗体がそれなりに維持されているということが分かってきておりますので、まあ、ワクチンが全く効かないということはないだろうというふうに考えられております。ただわずか111名の研究ですので、もう少し大規模な追加研究が求められますし、まあ、今回のメッセンジャーワクチンは、初めてのワクチンでもありますので、もうちょっと慎重な研究とか大規模なデータの蓄積が必要だというふうに考えております。さて、それではまた調べ方なんですが、S タンパクのアミノ酸配列とか塩基配列の調べ方は、私自身も調べようと思って、なかなかまとまったページ見つからなかったので、まあ、私自身が作ってしまいました。桜ミカル公式サイトを検索していただくと、
これが出てきますので、この検索窓のところで、ワクチン、中開けアミノ酸と入れてください。そうすると、この記事が出てきます。で、これはワクチンについてなんですけど、今回のファイザーのワクチンなんですが、実はワクチンは S タンパクのアミノ酸配列にほとんど、ちょっと少しだけ変えてるんですけど、ほとんど同じように設計されておりますので、このウイルスのワクチンの塩基配列を理解すると、そのままそれが S タンパクの塩基配列、並びにそれが指定するアミノ酸配列の情報になりますということで、このページを作りました。さて、具体的なページを下っていきますと、最初にいろいろ解説が書いてあるんですが、あるところから記号が羅列して正確に書いてあります。で、1行目がワクチン自身のメッセンジャー RNA で、意図的に少しワクチンは結合強度を高めるために置き換えている部分がありますので、そこを表現しているんですが、2行目がウイルスの S タンパクそのものの塩基配列です。3文字暗号ですね。そして3行目がそれが指定するアミノ酸配列でありまして、そのところに代表的な変異株の変異箇所も付記してありますので、ご覧ください。はい、ずっとなかなかと続いてますけど、どんどん番号を送っていただいて、アミノ酸番号で、452のレベルところに行きますと、そして塩基番号だと1417あたりに行きますと、L452R 変異の場所が出てきます。で、そのにはどういうアミノ塩基変異で、どのアミノ酸かどのアミノ酸に変わったかということがこういうふうに明記してあります。同様にこれがインド株が登場するまでメインだった、イギリス株、南アフリカ株、それからブラジル株の注目点である3つに共通した N501 番変異と E484 変異で、これが9になるのがインド株ですけど、これが非常にレセプターバインディングドメインのなおかつさらに近い場所に位置するということが確認できると思います。それで昨年3月の時点ですでにほぼ置き換わりが進んでいる D614 変異、これちょっとレセプターバインディングドメインから少し外れてるんですけど、同じ S1 タンパクというタンパクの先端部分の変異がありまして、これもこういう変異、GAU が GU に変わることによって変異が起こっていることが確認できます。さて、本日はこの変異のことについては、3文字の塩基が1つのアミノ酸に対応するという話をざっくりと言葉だけで説明しましたけど、最初に作ったこの1月10日の時点で作った、私の YouTube のサイトでは、この時まだブラジルが正式に発生してなかったので、この2つだけ表記してあるんですけど、そのここら辺の、塩基配列とアミノ酸配列の対応をもうちょっと詳しく説明してありますので、ぜひ合わせてご覧いただければと思います。で、さらに遡ると、もう一つ動画を作ってありまして、もうちょっとざっくりとウイルスとか遺伝子とか免疫とかワクチンを全体像を説明したものを昨年の12月にアップしてありますので、これもどうぞご覧ください。ぜひ YouTube 等のチャンネルに登録お願いします。そして、いろんな本を私書かせていただいてるんですが、このウイルスと遺伝子っていうのが今日の話した内容をさらに正確にご理解いただくために役立つと思いますので、Amazon 内検索などで注文してみてください。あるいは私に直接会う機会がある人は、いつも持ってますので、直接言っていただければお渡しできます。ちなみにこれが私の書いたこれまでの本、7冊の本のやつですね。で、この2つが一番しっかり書いて分厚いと思うんですけど、ウイルスと遺伝子も結構分厚いんですね。他の数学系に比べると、それだけしっかり書いてありますので、ぜひ読んでください。ちなみにこの横のおたんこダンスというのは私じゃありません。私の好きな、看護師漫画で非常に面白い、動物の医者さんを書いた人と同じ人が書いた、ね、面白い漫画ですけど、今本当に看護師さんたち頑張っていただいているので、私たちも医療現場に負担をかけないように、感染に注意しながら、生活をしていきましょう。
それではご清聴ありがとうございました。また折に触れて、動画を発信していきますので、時々私の YouTube チャンネルあるいは公式サイトをご覧ください。ご清聴ありがとうございました。